ハーフクラブの皆さん、こんにちは。岩崎雅弘です。あれ、撮ったっけ撮った本当に撮った撮ったあー、撮れた。いないでしょ。え、これ真ん中な。今日は岩崎雅弘のツイッターで、なんだっけ、質問箱にたまりにたまったのを見る日。はい、はい、やったまあ今日は、俺ツイッターやめてたんだけど、はい、活動全くしやがる、多分ね、質問箱のやつばっかり流れてくると思うの。質問してくださいみたいな。そうそうそうで、ツイッターを一瞬だけ今質問箱のやつ復活したんです。今から質問に答えようって。おー、YouTube でやるんですね。ツイッターじゃなくて。そう、ちょっとツイッター今アプリ取り直したから、お久々に、開けてで終わったらまた消すから、なんで消すんですか。いや、もう開きたくないんだよツイッターですか。なるほど。そう、まあまあ、だからまあとりあえず今ね、質問箱を今から開くんだけど、みんなで答えていこう。はい、何個答えるんですか。何か一応終わりが見えなくなっちゃう。めっちゃ答えよう。とりあえずめっちゃ答えちゃう。5週ぐらいいこう。5週。5週ってなんすか。週ってなんすか。いやいや、1人残りずつだから。ああ、俺が答えていい。答える、答える。岩崎さんの質問も俺らの答える。みんなで答える。みんなで答える。じゃあ1個目に誰が答える。1個目。じゃあ1個目。じゃあ2個目、3個目、4個目っていう。4週、5週。5週いこう。5週でも20個だから秒で答えていきます。秒で答える、そういう種目じゃないですよね。早答え選手権、早答え選手権ピーポンみたいな。すぐ終わらせようとしてる。オッケー、いくえ。はい、1個目。はい、ハーフガードが取り組むべき筋トレを教えてください。ベンチ。もうダメだ。早い。ベンチプレス。次、岩崎さん。バギーチョークをしたとき、どれだけ力強く締めても決めることができません。どうしたらよいのでしょうか。向いてないんじゃない。やめろってことです。いや、でもあるよね。まあまあ向き不向きあります。大体日本人バギーチョークできる人少ないですから、ね、少ない。手足の長さが必要です。俺は無理だ。トライフォース吉永選手のハーフガードはどう評価されていますか。あ、見たことないですね。ギロチのイメージが強い。リキティチョーク。リキティチョーク。リキティでもギロチがうまいよね。ギロチのイメージが、ね、なるほどね。次、福島くんね。ニーシールドを使わない理由を教えてください。あ、俺のですか。たまにちょっと使います。オッケー、使うらしい。はい、じゃあ腕相撲勝負の企画をしてください。おね、おね、リバースハーフクラブでやります。おね、おいいっすね。あ、いいね。確かに。はじめまして、日系二世のアメリカ人で、日英通訳士をしているので日本語は喋れます。柔道三段で総格闘技や、柔術も、多少経験があり、1ヶ月前にグレイシーバッハで正式に BJJ を始めたところです。もし私が日本へ行ったら岩崎さんのご指導なさっている道場に出稽古でお邪魔させてもらうのは可能でしょうか。ご検討いただけますと幸いです。よろしくお願いします。グレイシーバッハって出稽古ダメだよね。そうっすね。じゃあダメです。ジムに確認してください。そうね。OK だったら全然 OK ですもんね、こっちも。いや、タツノスケ決めるこっちも。なんで急にそんな突き放すんですか。なんか、あれなんですか、質問選んでなくて全部読んでます。今は上からですね。上からです。社会人しながら初心者から始めても大きな大会で活躍してる選手いますか。いるんじゃないですかね。わかんないですね。いるんじゃないですか。活躍をどう決めるかですか。どこまでしますかね。アダルト黒のトップで確かにやってるか。バードマスターデーとかね。塚田さんがいつ始めたかになりますね。そうね、確かに。社会人の時に始めたかどうかで。確かに。あとは次ね、福島君ね、全治1ヶ月以上の大稽古をしたことはありますか。充実ができない間どのように過ごしましたか。今指の怪我をしており参考に教えてください。自分柔道部の時に、なんかすごい酔っ払って部室で飲み会してたんですけど、酔っ払ってなんかピザーラからピザ運ぶ時に速攻に足パコッてはめて、ここの靭帯切って、で数ヶ月できなかったんですよ。その時何してたの。その時は
道場の端っこで座ってみんなを見てました。じゃあ、ぜひ見学に行ってください。見学ね、はい、オッケー、見て学べばいい。じゃあ、次小太郎くんね。はい、充実始めて2週間です。岩崎さんのノートでまずクローズガードとございましたが、どのくらいの期間クローズガードを周知的に取り組むべきでしょうか。目安がありましたら教えてください。目安、小太郎くんクローズガードですよね。うん、とりあえず、あの、2桁年ぐらいやってみてください。2桁年、10年ぐらい、10年ぐらい、お茶わぐらい強くなれるかもしれない。で、合ってなかったら、10年下にしてたきついだろ。え、でもまあ、最初、なんだろう、難しいな。難しいね。難しいです。そうね、俺のノートで感性を受けたことに対して小太郎くんに答えさせるって難しいよ。難しい、それは。呪術の中で決めにくい技は何ですか。決めにくい技ですか。そうだね、難しいなと思う。やっぱそのじゃんけんでパートナー作るときに絶対にチョキで勝つって思って、そのチョキで勝つのは難しい。それで決めにかかるのは。なるほど、そう、あ、深い、柔軟に使わなくて、ほんと深い、難しいよ。でじゃんけん運じゃないですか、あれって。運ゲー。いや、俺絶対チョキで勝つって思ってた。ああ、まあそっか、チョキ人間は勝てないですね。そう、でも裕次郎はチョキで勝てますからね。ギューッつって。あ、見たことあるから。でもここの力ってさ、たかが知れてんじゃん。難しいよ、チョキは。チョキパーの間違いです。グーだったらさ、これへし折って簡単にしてるけどさ、グーが一番強いので、グーを出してください。うん、よし、おるか、辰之助行こう。YouTube でドミネーター選手とコラボしてほしいです。仮面奪っちゃってください。あー、ドミネーターさんね、会いたいですね。うん、普通に面識あるんで、僕は。うん、うん、会いたいです。 OK。 じゃあ、福島くんね、はい、東京に行ったらドミネーター選手と練習される機会はありますか。あ、僕は会ったことないです。すいません。そっか、そうだよね。じゃあ、小太郎くんね、はい、シッティングガードに対するパスを YouTube でやってほしいです。あー、ちょっとまた考えておきます。ドライだな。一応サブちゃんだから。サブちゃんみたいやりましょうか。あ、ゴキブリパス出したじゃないですか。ゴキブリパスを見てください。はい、しっかりと。リバーサーフクラブで。リバーサーフクラブ。今度8歳の子供が2ヶ月後に試合を出場するのですが、体重が増えて階級がギリギリで超えてしまいそうです。減量させるべきなのでしょうか。それとも階級を上げるべきなのでしょうか。ヨロ。ヨロオネとヨロが出てる。同じ人欲しい。さっきタス君のように同じような質問来て。あ、来てた。あ、そうかな。岩崎さん答えてくんねえと思ってタス君に聞いた。ああ、そういうことね。あるかもしれない。うん、ね、子供の気持ちになって考えてみて、うわ、減量させるとマジだるいなって思われたらもう終わりなんで、やめた方がいいと思います。はい、レアンドローとの思い出があれば教えてください。ーローさんね、ローさんのもういつも元気でパワフルでね、ローさんなんで。ローソン見てるよ。ローソンなんで、ローソンですよ。唐揚げくんが美味しい。怒られるぞ。じゃあ、口元ね。はじめまして。カルペディエム BJJ、アシアはほとんどの方が呪術の大会に出られているとは思うのですが、MMA の試合に出ることはできますか。 MMA にも理解がある岩崎さんのジムで呪術を学んで試合に出てみたいです。ああ、そうですね。 MMA も、いいですね。いいですね。いいと思いますね。はい、うん、でも、アシアの人全員がその試合に出てるわけじゃないですよね、うん、別に、うん、ね、うん、そうだね。俺も、だるいから多分、拒否ると思う。ビッグエンドジム行ってください。あ、そっちも絶対。間違いない。間違いない。いろいろ登録とかしなきゃダメじゃん。柔術だけの道場だから、うちは。柔術のジムですからね。ダブルは OK ですね、だから。そうだね。あ、そっか。別のその MMA ジムでやってて、柔術学びに来るってなったら、そういう人いるっすもんね。そうね。よし、次行こう。じゃあ、歴1年の白帯です。スパーで黒帯から1本取れた場合は 100% 手加減してくれてますか。はい、あ、そうなんだ。帯ごとの強さをの目安を面白おかしく例えてくれると嬉しいです。あ、これはなかなか難しい。大喜利みたいな質問来た。ね、面白おかしく意地悪な質問が来た。うん、まず白、白が多分何になるか一番大事だと思うんですよ。うん、面白おかしく、面白おかしく、うん、俺が買ってやろうか。いいですか、うん、お願いします。あのさ、サンゴ礁ってあるじゃん。
あ、沖縄とかにある。あ、沖縄の珊瑚礁ってめっちゃ綺麗じゃん、はい、でも他ってな、あの珊瑚礁ってあんまり生きていけない、はい、あの水が汚くなったりするとすぐ死んじゃう。あ、はい、うん、他のとこで、そう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 、だから綺麗なところでしか珊瑚って生きていけない、うん、で、そのすごい高い珊瑚とか安い珊瑚とかってあるんだけど、うん、あのね、オーストラリアの珊瑚がめっちゃ高いらしい、沖縄のように、オーストラリア綺麗なんですよね。そうそう、だから観賞用で売られてるあの珊瑚とかあるじゃん、はい、あれはオーストラリアのものがめっちゃ多い、そうっていう話。えっ、なるほど、うん、あ、で、珊瑚なんですね。そう、よくわかる。どうやって繋げるのかなと思ったらそのままフェードアウトしてた。シューって。オッケー。はい、充実感ウェイトレーニングしますか。ウェイトレーニング、いきますよ。ベンチ、ベンチ、ベンチ。充実感とは、脳技のグラップリングをやっている人のことも指しますか。あ、まあ、それ好きでいいと思います。うん、最近柔道ですごく流行っている技なんですが、ぜひ YouTube で解説してもらいたいです。何の技やねん。確かに、むずい。確かに、面白いな。今のいいな。岩崎さんの帯、巻いてる帯のメーカーはどこですか。もうボロボロすぎて分かりません。まだ10何年前。そう、そう。足の4の字固めを決めたいのですが、ギブアップさせるかけ方のコツありますか。あ、もう思いっきり反る。なるほどね。まあ、かいないですけどね、ジュースで4の字は。じゃあ、福島君ね。はい、ハードガードで木村ロックを作るのはナンセンスですか。いや、センスあり、はい、よくやってるもん。はい、うん、ハードガードのみで呪術やっていけますか。ハードガードのみで、うん、はい、頑張りましょう。そうね、頑張りましょう。今年の3月からブラジリアン柔術を始めて2回目のレッスンで柔道を12年やっていたこともあり、スパーリングに参加させてもらえたので、スパーリングしていたら十字固めが決められて振り払おうとしたのがバスター禁止と説明あったので、とっさに踏ん張ったら、椎間板ヘルニアになってしまいました。翌末に手術をして治ったんですが、1年ぐらい運動できないと言われたので、次に充実するとしたら最低でも1年は続くですが、腰に負担をかけずに充実を楽しむにはどうしたらよいですか。まあ、踏ん張らないことですね。無理しない、うん、そうね。怪我ってさ、負けん気で大体起きるから、だから辰之助はね、めっちゃ怪我するな。あ、納得。確かに、うん、納得っすね。あげちゃってもいいさって気持ちがそうですね。辰之助、来たよ、うん、こんばんは、いつも楽しく動画拝見しております。いきなりですが、柔術でスターティングアキレス腱ホールドは、反則ですか。スタンディングアキレス、また、実践で使えるかプロレスだけのものなのか気になってないので、よろしくお願いします。あ、はいはい、こう持ってこうやって立つやつですね。ああ、決まんないっすね、うん、これでキュッてこうやって腰上げたら、うん、うってなるから。オッケー。じゃあまあこれは路上先輩に聞いた方がいいか。まあどうぞ。路上で試してみてください。あ、オッケー、わかった。まずは試して。じゃあ福島君このまま続けていこう。はい。あれ、これ何周目なんですか。体を大きくするにはどうすればいいんですか。安藤さんっていう人が山にいるんで、そこの家に熊の肉とかいっぱいあるんですけど。うん、それを食ってでかくなってやるって思って食ってください。うん、うん、いっぱい食う。それでバキもでかくなったんです。そうね。またバキじゃん。うん、じゃあ、徳田君ね、はい、萩原選手との練習でマウント取られて肘でボコボコにされますか。されません、うん、でもされたら嫌だなと思いながらやってます。そうですね、うん、はい、リクエストよろしいでしょうか。元シュートチャンピオンである門脇、門脇さん浜がされていた門脇スペシャルの、解説動画を作成いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。あれ前やりませんでしたっけ。いや、これ7月の話だよ。ああ、まあやったっすよね。うん、そうね、よかったね。よかったっすね。こういうたまになんかいい意見もありますね。こういう意見もらえるとめっちゃ答えたくなくなるの。なんでですか。いや、なんかね、天の弱なんだよ。はい、じゃあ辰之助ね、うん、動画で岩崎さん以外3人出ていますが、これから増える可能性ありますか。まあ70人ぐらいまで出てるの。ひっちゃかめっちゃかだろ。2クラス分ぐらい、うん、どうぞ、ぐっちゃぐちゃになるから。最初のディープアップクラブの皆さん、こんにちは、岩崎正弘です。自己紹介で終わる動画。
2個来てる、2個来てる。お動画で岩崎さん以外に3人出ていますけど、これから増える可能性ありますか？どうですか？いやいやいや、だから70人くらいまで増えるんで、よろしくお願いします。お願いします。もう俺も知り合いとかも家族が増えていく、家族がどんどん増えていきます。うん、そうね。じゃあ、小太郎くんね、はい、何週くらいですか、これ。これで終わり。5週くらいで終わり。この1回で終わり。結構楽しいな、これ。はい、自分がクローズガードをかけているときに上からアメリカーノを仕掛けられるのですが、いい返し方ありますか？決まんなくない？返し方？うん、ギューンってギューンってギューンどれだかって言っちゃったアメリカーノ。ああ、そっかこうやってたら決まんないですよ、こうえってやったら、うん、そうね。ウオトロがやっている足を踏むレッグピンは充実においてどのくらい使えるでしょうか。また練習中にやったら相手は切れないでしょうか。まあ怒る人はいないでしょうねそれ言ったら1年前ぐらいに俺岩崎さんにやったらお前の膝叩き割ってやろうって1年前だよ。まあ足の方が超効かねえんだで、で、1年後ぐらいに俺それめっちゃ使われてパスされたんですよ。え？それタツくんが質問したじゃん。いや、もう入れたかもしれない。選びの時に。はい、じゃあお前ね、朝倉みくるは次にクレベルに勝てますか？なんか答えようによっては炎上しそうなんですけど。え、これさ、やってない時にもあるじゃない？ 6 月って、6月なんで、あ、次にって言ってるから一回待って。ああ、そうっす。じゃあ、達之助が、はい、あれじゃない？朝倉未来に挑んだりじゃない？ああ、うん、何ルールですか？ブレイキングダウン死んじゃうんですよ、俺。あれ、まともに宮沢いらしくないんですか？そうだね、無理だね。無理、無理、無理、とっても無理。あ、無理です。じゃあ、あ、無理だよ。だから欲しいか。はい、最後ね、岩崎さんはこれといった特別な腹筋のチョイスイフはしていますか？岩崎さんに聞いてください。岩崎さんに聞いてんのか勝手にこっちで多分やってないです、うん、はい、岩崎さんの腹筋は特別です出せないですね、うん、やってるよ。え、やってるよ。やってるんですか？うん、なんかいつも意識してる。なんかってないですか俺の腹筋は。でも俺みぞおちがさ、結構さ、あの柔らかいとさ、あのいい動きができるからさ。ああ、なるほど。だから、あの固めちゃいけないね。うん、そうね。やっぱ固めるといいこと起きないから。うん、まあ、今回はそれくらいかな。楽しかった。楽しかったな。また、質問箱でたくさん質問がくれたら、いつか僕以外の誰かが答えますで、いつかね。いつかいつか誰かが答える。多分4年後くらいで答える、うん、スパンだ。はい、というわけです。今回はそんな感じです。では、バイバイ。サブチャンネル始めました。 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。バイビー。